世界各国のアーティストが手掛けた現代アート作品展が今日から松山市で始まりました。松山市の伊予鉄高島屋で今日から始まった現代アート作品展。世界各国のアーティストおよそ20人が手掛けた感性あふれる最新のアート作品およそ250点が展示されています。こちらは日本人ストリートアーティスト愛と北崎さんの作品。手書きの背景にアクリル板を重ねて建物を立体的に表現し、風船を持った男性が飛び出す姿は一歩を踏み出すことの大切さをメッセージとして伝えています。またこちらは世界で注目されている日本人アーティスト池内信介さんの作品です。アクリル絵の具と貴金属を組み合わせて生命のエネルギーが広がっていく様子を流れるように表現しています。この現代アート作品展は今月17日まで開かれています。